ふざけるな、変な怪文書を送ってくるな。確かに怪文書を送っていいとは言ったけども、まさなお本当に怪文書が来るとは思ってませんでした。これを見てみろよ。なんやこれ一体。頭おかしなるで、しかも怪文書なのに、金額が5000円なんですけど、500円の間違いじゃないですかねこれ。500円送ろうとして間違えたとかじゃないですよね。愛の戦士くんがよくスパチャで怪文書を送られているのを目にしましたが、まさか自分が送られる立場になるとは。愛の戦士くん、今なら君の気持ちがよくわかるよ。友と呼ばせてくれ。赤木レイヤーは男のコース様。高額投げ銭ありがとうございます。やめろやめろ、名前で外堀埋めるのやめてください。せっかく最近、コラボ二刀夢の様の騒動で新規の視聴者が増えていて、男の子という設定をなかったことにできると思ったのに、こんな名前で5000円も投げ銭されると、もう男の子が既存の設定みたいな感じになるじゃないですか。許さんぞ。あまり読み上げたくありませんが、読み上げていきましょう。その少年が語る時事ネタ、上昇し愛すべき民たちへの警戒で辛口で、中の人が紛れもなく30代後半であろうセリフの数々は、私の魂を震わせる、赤く燃えるようなツインテールの先っちょに、鼻を近づけてくしゃみしたい。いや投稿者はまだ20代ですよ。だいぶ年いってると思われてそうですけど、ああもうこれ確実に登録者減りますね。今ので登録者3人くらい減りましたよ。どうしてくれんのこれ。私の髪は鋭いので鼻を貫通しますけど大丈夫ですか。そのくしゃみのしぶきが彼の毛髪を汚し、心底嫌そうな顔で無言のままにそれをティッシュで処理する様を眺めていたい。いやーこれ5000円の投げ銭なので、こうして丁寧に読み上げていくしかないんですよね。さすがに5000円のメッセージを軽く流すわけにもいきませんから、そのあたりも計算済みで悪質極まりないですよね。あんまり調子に乗っていると、うんこ投げつけますよ。その少年が動画投稿を始めた初期から追っている。あ、そうなんですか。それはありがとうございます。なんでちょっと私的な感じなんですか。ずっと、そのスカートの奥が気になっていた。きっと生えているのは間違いないとして、そのサイズ感はいかがなものかと、ここはオーソドックスに象さんお稲荷さんか。いやいや、あの顔立ち、体育で、500ンルペットボトルサイズであるという線も捨てがたい。いや500ンルペットボトルはさすがにちょっと。銀玉の初代編集じゃないんだからさ、女の子がかわいそうなのは抜けないので、最大でもちょいデカめくらいのサイズがいいですね。多分なんですけど、最初に二次創作のイラストを描いてくれた兄貴が、単勝にしたから、そのイメージが強いんじゃないでしょうか。それともレイヤー自体に単勝のイメージがあるの。しかし受けではあってほしい。それについては珍しく解釈一致ですね。この怪文書の中で初めて同意できたかもしれません。普段はあれだけ饒舌に軽妙に言葉を連ねる彼は、しかし床の上ではその御用をしない、ただただオスのされるがままに、責め立てられるがままに、かろうじて自己主張する男のそれから、しかしメスとしての本能を発言させてしまうのだ。お前精神状態おかしいよ。5000円払って性癖暴露していくのか。困惑。まあでも普段偉そうなお嬢様とかが、即落ちすると興奮しますからね。例えば普段いきり散らかしているひろゆき様が、レス場で完全敗北する様子が、そう面白いのと同じです。きちんと YouTube 向けの表現にしてある。プラスいいよ恋よ点謎の配慮を感じる。意味不明な文章を書いてますけど多分良い人なんでしょうね。うん、やはりレイヤーはゾウさんとお稲荷さんが良い。明日私はコンビニでお稲荷さんを買う。あーこれは全言撤回ですわ。完全にやべえやつですわ。最後の最後にやばい一文を仕込まないでください。胃もたれしてしまいます。愛の戦士くん、 YouTuber って大変なんだな。今なら君の気持ちがわかるぞ。赤木レイヤーは男の子おっさまありがとうございました。これ名前読み上げるたびに私が男の子であることが既成事実化されるんですけど、もう君は二度と投げ銭を送ってくるんじゃないぞ。お布施で投げ銭してくれた方にはこういう感じで動画で名前を読み上げた上でレイヤーがメッセージに回答します。詳細は概要欄から。最後までご視聴ありがとうございました。